また頼むわ。運営するんだったらあげるよ。3人連続だと1万超えない。超えるでしょうね。そうね、バクバク食って超える超える、うん、まあでも運営のが大変だからな。まあまあ、まあ、食べる時間が、食べに行く時間とかがないんだし、全くない、うん、夜中だから、うん、空いてないっていうのもあってな。そうよ、ニコニコ老人会ラスト高尾大会、それを待ってましたよ。おっと、怖い話とかしてね、うん、一発この晴れやかな、はい、欲しかった、うん、でアーカイブが長すぎて自分では見返すポイントがわからんというのもある、うん、だって全部見たら24時間以上あるからね。そうでしょ。そう、助かるわ。もう中岡セレクション、うん、はい、今回の大会坂本が主催であり主役と言っていいだろう、うんうん、モテシーンをまとめました、うん、まとめてくれましたか。さすがの坂本、モテだらけ、もうマンだらけ、モテだらけ、うん、もう拾っても拾っても出てくる、拾いきれないぐらいあるからね。金山みたいになってんだ、モテの。そう、ゴールドラッシュ。どこ見ても坂本がモテるぞと、うん、かっこいいぞと。どこ切り抜いてももう坂本よ。そんなに良かったか。見るしかない。うん、いつきか。はい、MSSP とはぐれた坂本の前に砂ざめ拠点が立ちふさがる、うん、手持ちの火力はロケラン3発アサルトライフル、うん、坂本は1対4の絶望的な人数差からスカルを奪えるのか、うん、そんなシーンあった。あるんだよ、ちょうど1人だけの単独行動になっちゃった時に。1対4は無理だわ中岡さん。しかしそこをね、知略、うん、坂本はどう切り抜けるか。頭の良さで切り抜けたの。そうよ、嘘食いじゃん僕。嘘だからすごいのよ。これはねぜひ見てほしい。女子ファン必見か今日。ああもう女子と言わず男もよ、男も女も惚れる、もう両方両方。いや、一人で拠点に行って戦いを挑むところでまず勇気、うん、で木の拠点とかじゃなくてもう結構しっかりした拠点なのよ。ロケラン3発ではね何も壊せません。そうでしょ、いや木じゃないと壊せない。一体どうするのか。そう、まあぜひ動画が、そう動画が気に入ってきたからね。助かる。音の大きさ、音ちょっと大きいかもな。どれ、僕の声しかしないんだろうせ。すいません、幕末坂本です。めっちゃ声いいやん。モテの金山と言ってももう名乗り上げでですわな、うん、名乗り上げがかっこいい。字幕もあるわ。この家どなたですか。元の木さんちょうどいいでしょ。うん、どうよ、モテの金山だからいいでしょ。モテ金。モテ金はダサいだろ。さっき言っちゃってごめんなさい。幕末坂本です。もしもし。ユニはエンジェルだ。砂溜めさんのお家です。ユニスさんか。なんか今のねっとりしてた。砂溜め完了みたいな。どんな人か相手が。ユニスさんか。すいません、幕末坂本です。通ってしまったが。あー、どう途中からこれさ、すいません、幕末坂本です。この家どなたですか。再生バーみたいなないあるはずよ。さっき言っちゃってごめんなさい。幕末坂本です。もしもし。見ようぜ。砂溜めさんのお家です。ユニスさんか。ロケットランチャー100発ぐらい持ってきたんですけど。はっ、はい。撃っていいですね、この家に。撃っていいです。ロケットランチャー100発持ってきて撃っていいですって言われてるんですけど、どうしよう。試しに一発打ち込みます。こういう感じです。こういう感じです。試しにこういう感じ。これがあと100発あります。僕には100発あります。うひゃーって言うの。どうしよう。はい。なるべくお手柔らかにしていただけると。スクラップで見逃すことは可能なんですけど、僕もちょっとノルマがあるんで、僕もリーダーにスカルを10個取ってこいって言われてて。おめえがいいから。スクラップ1人当たり1000個となら交換しますが。こっすいんだよ。いかがですか。だんまりは通用しないですよ。いつでも打ち込みますよ。スクラップじゃあ払います、払います。何人いるんですか中に。おいくらでしたっけ。一人、何人中にいるんですか。今はちょうど今湯に一人だけなんですけど。じゃあ線で、はい。いいですか。いいです。一瞬開け、家のもの、家のものが今
騙したな、砂ザメが撃ってきた、砂ザメが撃ってきた、騙したな、許せない、騙したな、お前発病した、お前ら騙したな、もう放送は決裂だ、後ろから狙ってた、今発病した、こいつもう放送は決裂だ、ここはもういい、喋りながらちゃんと撮るしね、ここは放送は決裂だ、よく撃ってくれたな、よく撃ってくれたな、今本体を連れてくるからな、連れてくるから待ってろよ、今来るからな、急げ、一人で止まれたらやばい、早く手早いこと早く行けもういらない、もういらない、来るな来るな、今撃つぞ、来たら撃つ、来たら撃つ、もういらない、もういらない、テンパりすぎだろ、信用できない、信用できない、信用できない、撃つな、さあそこに置け、そこに置け、ユイさんそこに置け、そこに置け、スタッフそこに置いて、後ろ、早く次に後ろに向かってください、撃つよ、持ってきただけなのに、そこに戻ってください、それでもう立ちます、わかりました、本体はやめます、それチェーンソー、チェーンソーでしょ、もうわかった、ユイさん戻って、戻って、もう分かった、もらったもらったもらった、戻ってもらった、もう来ないから大丈夫、ありがとう大丈夫って、大丈夫です、大丈夫です、はい、仲良しです、ありがとうねーし切り抜けたなんとか切り抜けたやばいな、発病したさしかもさ相手撃ってきてたのかな、撃ってないよ、ね、相手爆発してたのは何なんだろうね、うん、手榴弾かなんか持ってたんかな、あー手榴弾持って撃たれたら落とすのかな、もしかすると相手別に撃とうとはしてないな、よく見たら、そうそう銃持ってなかったと思うんだよ、そう持ってないよね、うん、この辺だろ、で撃ってきたって言ったからさ、どういう気持ちしてないよ、ね、家のもの、家のものが今もう爆発だよ、騙したな、砂ザメが撃ってきた、砂ザメが撃ってきた、騙したな、だんだんエンジンかかってるからね、許せない、騙したな、お前お前ら騙したな、もう放送は決裂だ、後ろから狙ってた、今キック耳持ってるやつ、このもうエルゴ発症してるからダメなの、品見沢症候群な、もう無理なのよ、こうなったらもう止まらない、誰も人を信用するってことはもう無理なのよ、うーんこれモテポイントですかねまあまあこういう坂本もいいんじゃないかなって、手榴弾投げてたって、あ投げてたんだ、でも撃った方が早かったからその場に落としたのだな、あじゃあまあまあ殺しに来てたんじゃん、うわ、ん、ダメだよこいつら、嘘つきだよ今発病こいつら嘘つきだって天使みたいな声出しやがって、途中でさ5秒くらい黙るシーンあったじゃん、うん、あそこで多分ないじゃあ、そう談合してんでしょ何がユニワエンジェルだよ嘘つきが殺しよかったぶっ殺せばよかったそけらんで羽全部飛ばせばよかったこいつね面白いこいつこの人大好きなんだよ朝坂本ソロの拠点に久慈実る襲来、はい、交渉術に長けた坂本が繰り出した妙案とは、うん、みんな寝てるからか、そうログアウトしてるから ね、 ねどれしみんなし誰か来た実るじゃん、何が愛に生きるで、あの男はミノルとか言ったな、しかしどこかあいつに僕は惹かれるところがあるのも、何これ何これ何これ、これログインちゃったのよ、これ何やってんの外から聞こえただけでなんかいきなり始まったんだよこれ何が始まったか楽しみだね、これ何あいつに僕は惹かれるところがあるのもやむを得ないな、まあ、こんなことはミノルの前では言えないがミノルに会ったら僕はちょっとあれ誰か外にいるぞ一体ちょっと待って今誰か外にいる、大婚約者、ちょっと一回ここ話し合いやめて僕外出て見てくるね誰か外にいる
誰がいるんだ外に。一体誰だ。ちょっと一回ここで打ち合わせやめましょう皆さん。で、何かあったら誰もいいね。MSSP の皆さんは何かあったら3人で、3人で外出てきて、ちょっと外に誰かいるから見てください。僕一人やってきます。こんなペラペラ喋れるよな。一体誰なんだ。あ、ミノルさんじゃん。分かってないです。やめて。あ、ちょっとなんだこれ、なんで地雷が置いてあるんだ。おかしい。ミノルさん、相手の方が一歩上じゃん。自分の前に地雷なんで無視を。おい、ミノル。あいつは朝7時とかでしょ。そうそうそう、元気いっぱいだな。やっぱ老人って朝元気いっぱいだね。ビンビンだわ朝から。わざわざこっちまで来るんだからね。西洋出すぎだろ朝からこいつ。西洋は坂本オンリーよ。スギルエスカルをオークションにかけて、うん、一番スクラップまで釣り上げた坂本、はい、見通しの良い海岸を交換所に指定し、うん、MSSP を護衛につけ現場に急行、うん、はい、抜かりなし知略渦巻く交渉物がされまたる。さすがの坂本の。スギルさんとかいた。え、嘘。上に今まとめだ。下どっちだ。これ地下ね。もう、正面にいる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 。行くよ行くよ行くよ。撃つよ撃つよ撃つよ。まったく。撃てるなら撃って。行け、撃てる。撃て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 、みんな撃て。うまっ。いや、マジうめえ。みんな近い近い近い。見えてないだろ。煙あったのよ。オッケー。ナイスやったやった。って怖かっただろうな。1万人だったの。どんだけ人気のスカルなんだよ、すぎるスカルって。1万になった。 H7、 そう、七子さん H7 か。3000から始まりどんどん釣り上がってる。これなんか待ち込み待ち構えてそうだな。エヨヨさん一緒に来てもらっていいですか。いいよ。あ、5で七子さんと。七子さん、七子さんですか。お前のオークションだぞって。七子さんですか。坂本さん。あ、よかった。あれ、お、坂本さん。七子さん。あ、よしよし、打たない打たない、大丈夫です大丈夫。うん、よく来てくれました。はい、これがスギルさんの。いや、嬉しいさ。な、なんで、あの、他の方向にもまだいるから。これが欲しくてしょうがなかったんです。ありがとうございます。何に使うんですか、ちなみに。な、何に使うんですか、それ。おぉ、危ねぇ。あ、いいの。あ、マッシブ性だ。いや、撃って。マッシブ性だ。早く撃って。どこだ。マッシブ性だ。あ、危ねぇ。頼む、撃ってくれ。助けてくれ。フォロー頼む、フォロー頼む。ふざけんな、あいつ。どっちが言うの。ちょっと俺らも降りるか。はい、俺降りた、降りた方がいい、降りた方がいい。倒した倒した倒した。これ詰めます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 。一人倒した、一人倒した、一人倒した。即死するかな、食らったら。うわ、やられた。お似合いよ。めちゃくちゃ向こう多かった。うん、我々だと連合区でできてたからさ。そうそうそう。みんな相当欲しかったんだ、スギルスカルを。しかも1万もらえなかったからな、僕。あ、そうだよね。よーく考えると、うん、一方的に私で取られたんだ。そうよ。もう騙す気満々だわ。やばい。こいつの存在。そうだ。いるだけど。連合拠点で打ち合わせをする連合軍。はい。しかし軍師が3人いて。うん。連合軍。あれ、フェコロンとタケホがいたかな。まあいいや。現場に若干の混乱が走る。うん。坂本という総大将は果たして3人の父親を使いこなせるのか。うん。ここもね、坂本もね、2人だと思ったんですけどね。孔明、宝刀の2大軍師かなと思ったのに3人いたか。実はね、そこをね、どうまとめ上げるか。2チームに分かれる感じで行くんであれば、安心する声だ。紅茶で集まってそこで、
スタチームに分かれつつ、ボイチャには軍師的な人と、各チームのリーダーの少人数でやりましょう、うん、混雑しちゃって多分お互い分かんなくなるから、ね、落ち着いてるね僕も、うん、これはモテるわ。そうですね、うん、であれば多分チーム分けてもいいと思います。いいね、うん、会議いいね。坂本さん、軍師的な人っていう本物ですか。今ちょっとバカ置いといてるんだよ、ね、ペトロンさんのこと言ってんだよ。軍師ってやっぱり勘違いしちゃうから。いや、あんたらはハンドルネームだろ。軍師ミドルって自称してるだけでしょ。自称してるだけでしょ。自称してるだけでしょ。お前もバカ坂本さんだろ。こいつ神がかってるって。なかなか出てこないよ、あんなセリフ。トレラカの源泉みたいな男だな、こいつは。いや、今、ちょっとバカ置いといて。すごいな、この返し。軍師、軍師ってやっぱり勘違いしちゃうから。じゃあ、あんたらなんかハンドルネームだろ。軍師ミドルって。作戦の返しも大概だよ。自称してるだけでしょ。自称してるだけでしょ。お前もバカサポートじゃねえんだろ。僕もハンドルネームでした。その通り。お互いハンドルネームだったわ。あーでもない、こうでもない。返しの切れ味やばいって。絶対絶命の拠点に西野と坂本が取り残された。男一人女一人、はい、周りは味方の獅子類類、二、うん、人の命もあとわずかだろう、はい、しかし我らが坂本の金色の脳は、うん、土壇場で起死回生の奇策を編み出した、うん、上げるねこれ、これ見たいね、盛り上げてくるね、うん、でこんだけ死体転がってんだからね、やばいな、うん、見よう見よう。西野の中にいるんだけど、セクマジやめて。勘弁してくれよ。何言ってんだよ。よこいつセクハラなの、ただのブルブル震えながら言ってるからな。ん、西野の中にいる。画面には西野の、あ、あれぺっちゃんこさんは、やべ、これ味方だ。ペンギン殺した。これ味方だ。ごめんなさい。大丈夫です大丈夫です。ペンギンやっちゃった。ごめんなさい。いや、これもう、もう、あ、あとでこう、うん、いい感じにスカルはもう粉にするっていう。あの、坂本です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 。坂本だけ？僕だけです。あ、殺されず、殺されずって。坂本です、坂本です。僕しかいない、僕しかない。なんか、大丈夫ですか？なんか交渉してないか？助けに来ました。僕しかない。一回出ます、一回出ます、一回出ます。僕しかない。大将さん、大将さん、僕です、大将さん、僕です。最初は僕です。どうしました？ちょっともう僕行きます。ありがとうございます、助けていただいて。どこに？お、キヨンさんがやってる。お、あらー、キヨンさんが、あー、ダメだ、交渉の余地はなかった。さすが2位のチームだ。冷酷非道だわ。全くもう切り抜けられませんでした。全然ダメ。表情酌量の余地もなし。西野の中にやばい。楽しすぎた MSSP との2日間の共同生活、うん、そうだ、ルームシェアみたいなもんだ。そうよ、最終日を前に思い出と苦労が詰まった友情の拠点は坂本に託されるのだった、うん、みんなで努力してな、ま、スカルも一緒にね、うん、全部託された、うん、何のあれだよ、何にも求めなかったね、この人たち。そうよね、うん、代わりにとかなかった、うん、僕よく代わりにとか言うんだけどな、うん、友情の拠点がね、なんなら自分たちのスカル坂本に差し出したりとかしてたよね。全部もらったわ、うん、FB さん戻りました。はい、7やつです。拠点完成。あ、はいはいはい、これ思い出のイラストが飾ってある。いいな、自分がいい。あ、そっか、わかんないか。すごいよな、すごい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 、綺麗になってる、すごい、几帳面なんだな、めっちゃ強い、ここって、これ強い強い、多角形のほんと強い、壁が多い、素晴らしい。坂本も思わずベタ褒め。 HP がベッドまである。やる気満々で参りました。あ、もうみゃんかい、抜かれてんじゃん。
オフラインで提供されてるじゃんこれ。ちょっと待って、どうなってんの。カメが出してんじゃんもう。あんだけ綺麗に作ってくれたのに。あ、F ヤンです。ちょっと待って、ショードと、え、抜きました。お前あ、発症発症いや、実際 F ヤンですよ、ね、はい。F ヤン関係ない。朽ちてってるだけだと思いますよ、レード受けたわけじゃなくて。朽ちてってるだけ、ちょっと待ってください。ベース復活。え、朽ちてってんの。ちょっと待ってくださいね、今中見…朽ちちゃってます。お前でいきなり発病すんの怖い。もしそうだったらまず坂本やってるからね。まあ、そう殺されるだろうからな、うん、説明のために多分現地いてくれたんだろうな。そうだと思うよ、心配して。面白いわ。3日目の PVP 終了、うん、スカル集計会場まで車で移動する坂本、はい、途中で颯爽と、そう、これガチモテシーンか。そうよ、あまりにも紳士的でモテの塊であった、うん、所長見せろ、そういうのをいっぱい持ってきてほしい。ここまであんまモテシーンないだろ。危ない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 。乗りますか乗りますか乗りますか、一緒に行きましょう。これは優しい。あ、三木さん一緒に行きましょう。これは優しい、はい、え、優しい。楽しかったです。ありがとうございます。ね、声が会場わかります。優しい僕。ゾクゾクする準備ですよ。楽しかったです。作ってる感じ。じゃあ一緒に行きましょう。借りてきた猫だからね、これ。はい。多分あそこ。ありがとうございます。微妙に会話噛み合ってないんですか。ギター弾けるようになったんですね。なったんですよ、今。あそこです。自分のスカル持ってきました。スカしてんな、声。自分のスカル？あの、集めたスカル。あの、全部もう、持ち物ない。あ、持ち物ないですか。もう全部取られちゃいました。あ、集計会場が。はい。ラグラグ。気をつけて、車通ります。車通ります。やさお、車通ります。え？地雷原になってんだけど。え、僕の地雷原になってんだけど。どういうことあそこは。しまらんな。いけや、どかんじゃねえ。すごいタイミング。気をつけて、車通ります。車通ります。車通ります。え、二段階だ。地雷原になってんだけど。二段階落ちだ。地雷原になってんだけど。僕だけ死んだんだって。でも三毛猫さん一言あそこ。僕だけ死んだんだって。前から行くからね。運転席側で踏んだんだな。そうそうそう。危ない。おもろいおもろいおもろい。80人のニコニコお子さんと大量の視聴者を前に開会式と閉会式のスピーチをする坂本、うん、さしもの我らが大将も心が折れると思われた、うん、しかし坂本は悠然と壇上に上がり政治家も各野の答弁を披露するのであった。まあまあ評判良かったから僕はこれは聞けるなと思うよ、自信満々。ここは聞いたらねモテると思うんだよ、うん、あ、聞ける聞ける、うん。18時35分になりましたので、これよりニコニコ老人会ラストの開会式を始まさせて。一分目で噛むか。最初よ、始まさせていただきます。何した？白草でも溜まってた。新会ラストの開会式を始まさせていただきます。22、獲得スカル1ポイント、うん、すいません、獲得スカル1、プラス1ポイント、読んでる時か、マイナス46ポイント、合計マイナス、プラス46ポイント、チーム10、カダチーム、18位、ここ獲得スカル6ポイント、うん、雰囲気やばかったんだけど、プラス14ポイント、ずーっとなんかさ、マイナス45ポイント、読んでる時汗止まんなかったの。合計ポイント、マイナス32ポイント、チーム15、テラゴチーム、株価読んでる、機械読んでるみたいなさ、この辺そうなんだよ。スカル数7、プラス13ポイント、おめでとうございますの一言でもあればいいのにさ、マイナス36ポイント、ひたすらポイントで、合計ポイント、マイナス23、日経平均株価読んでるやつやろ、これ、自分チームだからね、16位、さっといくから次、30、プラス54ポイント、これ、ずんだもんに読ませりゃいいじゃん、マイナス74ポイント。
合計マイナス20ポイント。もう票張り出して終わりでいいじゃんね、こんなんだから。あれやっちまったなと思ってよ。どんどんトーン押してったわ。チーム8、フルコンチーム。まだこれ、あと20チームはあんの。真ん中ぐらいからもう全然違うんだよね。坂本じゃないんだよ、もう。そうだ、トントン落ちてくんだよ。ラジカセだもんな。終わったわ。いやー、いい終わった坂本の終わった3日間だったね。いやー、終わりましたね。いや、おめでとうっていうのも、何からおめでとうって言えばいいのか分かんなくない？もう下の方から、じゃあ28おめでとうとはないでしょ。ビリだよ。まあそう。で、あの、最後さ、集計会場にさ、うん、地雷置いてたのあったじゃん。あったね。あれもね、あの、PVP 時間中に置いてったんだよ。うん。布団ちゃんが。はいはい。で、運営の3人で、協議したんだよね。うん。どうするこれはと。うん。でも PVP 時間中に罠として置いてるから、うん、あれはもうそのまま置いときましょうっていう風に決まって、うん、で撤去しなかったんだよ、うん、だからそれもねやっぱり撤去しなくてよかったかなと思ったね。え？なになに？だ PVP その最後集計でね、分かる分かる、うん、どこ繋がんのかなと思って最後そこで坂本が踏んでくれたところに繋がったのもねよかったなと思って。これモテポイントあったか。モテてないか。お前モテてないじゃん。月の光の雫が